倒産時デルタ株について質問が寄せられています。今までのコロナウイルスとの違いは何ですか？はい、お答えします。健康福祉部の後藤でございます。デルタ株というのはですね、全く新しいニュータイプの新型コロナウイルスと言ってもいいです。新しいところが3つあります。1つ目はすごくうつりやすい。今までは1人の感染者から2人ぐらいうつるとされていましたが、このデルタ株は5から9人、家族全員、野球チーム全員うつる、それだけ強いうつる力があります。2つ目は若い方、30歳、40歳、50歳代の方でも重症化する、呼吸が苦しくなる場合がございます。あと20代や10代の方でも熱が長く続く、吐いたり下痢したりしてご飯が食べれないといった重い風邪の症状が出る場合がございます。3つ目はワクチンを2回打った方でもうつる場合が、稀に少しございます。でそうした方は決して重くはならないとされていますけども、うつす力は十分にあって他の人にうつすことがございます。ですので不織布のマスクをしっかりつけるというのと、距離を十分取るというのと、換気をよろしくお願いします。